今日は半熟ゆで卵漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は半熟ゆで卵漬けを作りたいと思います。はい、ということで今回はおネギがたっぷり入った漬け汁にトロトロの半熟ゆで卵を漬けていきたいと思います。半熟ゆで卵の殻の剥き方などもご紹介していきます。要所要所ポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、長ネギ、小ネギ、お醤油、お水、お砂糖、みりん、鶏ガラスープの素、ニンニク、唐辛子、白ごま、ごま油。今回はこちらの材料で作っていきます。まず卵は今回8個なんですけれども、こちらの調味料でね、だいたい10個ぐらいはつけれるかなと思います。器の大きさに合わせて卵の量は変えていただいて OK です。そしてね、今回ね、ネギとあとは小ネギ、この2種類のネギを入れていきます。こちらね、どちらか1種類だけでも OK です。このね、小ネギを入れていただくと彩りも綺麗になるので、今回は入れていきます。そしてニンニクは刻みニンニクを使っていきます。もしね、生のニンニクがない場合はチューブ状のおろしニンニクを使っていただいても OK です。で、その場合の量に関しましてはお好みで調整してみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめに卵を茹でていきます。お鍋にたっぷりのお水を張って、こちらをまず沸騰させましょう。水がクツクツ沸騰しました。そしたらここにね、塩を小さじ1杯入れます。今から冷蔵庫からすぐ出した卵を入れるんですけれども、その時に卵がですね、ひび割れする場合があります。こうやって塩を入れていただくことで、白身が少し出てもすぐ固まってくれるので、白身が飛び散らずに済むことができます。ではね、一旦火を止めて、そして卵をね、お玉でそっと入れましょう。優しくね、そーっと入れるようにしてください。はい、全部入れました。で、全部入れたらまた火にかけましょう。火にかけたらそこから7分ですね、スタートしてください。このまままず中火で沸騰させてください。タイマー測るときはね、もう火をかけたときから測っていただいて OK です。茹でている最中ですね、このようにお玉でこうやって優しくかき混ぜながらね、最初の2、3分は茹でていただくことで、卵の黄身を真ん中にすることができます。ただこの作業をやるとひび割れしやすくなるときもあるので、注意しながら優しく混ぜるようにしてください。そしてあとね、茹で上がる1分前ぐらいにこのように氷水を用意しておいてください。はい、7分経ちました。そしたら火を止めます。で、火を止めてこちら用意しておいた氷水に取り出します。はい、OK です。このように鍋から開けたらすぐ冷やすようにしてください。そうすることで半熟に仕上げることができるのと、あと殻もとても剥きやすくなります。そしてね、少し見ていただくとわかると思うんですが、この卵ね、ちょっとひびが入ってます。でも先ほど言ったみたいに塩を入れてるので、この鍋の中では白身が飛び出ずに茹でることができます。なので必ずね、塩は入れて茹でるようにしてください。ではこのまま15分しっかりと冷やしていきます。では続いて漬けダレを作っていきます。まずこちらの長ネギをみじん切りにしていきます。やりやすい方法で切っていただいて OK です。で、まずね、このように長ネギに縦にね、切れ込みを入れます。そしたら先端を揃えて、そして細かく切っていきます。このようにしていただくと簡単にみじん切りにできます。では切っていきます。はい、OK です。長ネギはこのようにみじん切りしてください。続いて小ネギを切っていきます。小ネギはまずね、根っこの部分を切り落とします。そして切りやすいようにまず半分に切って、そして切り口を揃えて、だいたい3ミリから5ミリ幅に切っていきます。はい、小ネギの準備はこれで OK です。こちらの小ネギに関しましては量はお好みで OK です。続いてニンニクをみじん切りにします。まずね、ニンニクは半分に切って、で、そして真ん中にニンニクの芽があるので、こちらは必ず取り除いてください。はい、OK です。あとはみじん切りにしていきます。こちらも切りやすい方法で OK です。はい、ニンニクはこのように刻んでください。ニンニクの準備はこれで OK です。続いて唐辛子です。唐辛子はキッチンバサミで半分に切ります。そしてまずね、中の種を取り出してください。こんな感じで取り出します。あとはキッチンバサミで切っていきます。
はい、唐辛子はこれで OK です。こちらの唐辛子の量はお好みで変えてください。唐辛子の準備はこれで OK です。それではつけだれを作っていきます。まず小鍋にお水、そしてお砂糖、みりん、まずねこちらの調味料を入れて、そして火にかけます。混ぜながら沸騰させて一煮立ちさせてください。そしてみりんのアルコールを飛ばして、あとお砂糖もねしっかりと溶かしていきます。お醤油は一煮立ちさせると風味が少し変わってしまいますので、お醤油は後から加えていきます。ではね、まずこのまま沸騰させてください。はい、沸騰しました。で、沸騰したら火加減弱火にして、このまま30秒ほど加熱して一煮立ちさせます。そうすることでみりんのアルコールもしっかり飛んで、コクのある美味しい仕上がりになります。はい、30秒経ったので火を止めます。で、火を止めたらここに鶏ガラスープの素を加えます。そしてあとねお醤油も入れましょう。そして混ぜます。はい、OK です。そしたらですね、一度ここで味見をしてください。味付けの目安なんですけれども、仕上げたい味の濃さよりもほんの少しねしょっぱいくらいにしていただくとちょうどいいかなと思います。ちょっと味見してみてしょっぱいなって感じるときはお水で少し薄めてください。このようにね仕上げたい味の濃さよりもほんの少し濃くしていただくことで、一日ねしっかり漬け込んでもしょっぱすぎず、かつねしっかり味もつけることができます。そうしましたらね、こちらの漬けだれは一旦ねしっかりと冷ましてください。それでは漬けだれの粗熱を取っている間に、こちら卵の殻を剥いていきます。まずですね、卵のちょっと丸くなってる方ですね、こちらにひびを入れます。はい、こんな感じ。そうするとね空洞になってるので、ここを一皮剥きます。で、この時に薄皮もね一緒にペロッと剥がしてください。こんな感じで、あとはですね、この殻を剥いた部分に親指の腹を引っ掛けて、卵を撫でるように殻を剥いていきます。こんな感じでね。で、そうするとね、大きく殻が剥けて綺麗に剥くことができます。こんな感じ、このようにつるんと殻が剥けました。今やった方法で剥くと、ひびをねいっぱい入れなくても綺麗に剥くことができます。あとね、必ず氷水で冷やしてください。氷水で冷やすことで卵がギュッと締まって、殻と卵の間に空洞ができて綺麗に剥きやすくなります。それでは残りも同じように剥いていきます。はい、ゆで卵の殻剥きが終わりました。しっかり冷やしていただくことで、このようにつるんと剥くことができます。漬けだれもしっかりと冷めたので、今から漬けだれを完成させて、そしてゆで卵をつけていきたいと思います。まずね、漬ける容器に漬け汁を入れます。そしてここに刻みネギ、そして小ネギ、刻みニンニク、そして唐辛子、あとは白ごま、そしてごま油を加えます。まずはこれを全体的によく混ぜましょう。はい、OK です。それではここにゆで卵を入れていきます。で、このゆで卵の上に一度ね漬けだれをかけます。はい、OK です。そして今から漬けていくんですけれども、漬けるときはここにね一度キッチンペーパーをかぶせて、そして漬けだれを染み込ませます。はい、OK です。で、このようにね1枚キッチンペーパーに漬けだれを染み込ませて、それを上にかぶせておくことで、表面に少し出てきてしまっている卵の部分にもしっかりと味を染み込ませることができます。ただね、どうしてもねやっぱり少し上に出ているので、もしお時間のある時はね、気づいた時でも大丈夫なので、上下ね反対にしていただくといいかなと思います。それではね、ここにラップかまたは蓋をして冷蔵庫で1日漬け込みます。はい、1日しっかり漬け込みました。それではラップを外します。キッチンペーパーも取ります。よいしょ。はい、こんな感じでしっかり色もついて美味しそうに仕上がってます。それでは半分に切りたいと思います。で、半分にするときはこういったね糸を使っていただくと綺麗に半分に切ることができます。もちろん包丁で切っていただいて OK です。こうやってね糸を一周させて、そして引っ張ります。いきます。オープン。じゃじゃーん。わー、はい、こんな感じで半熟トロトロで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。はい、これで半熟ゆで卵漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように卵黄までしっかり味が染み込んで、トロトロ半熟に仕上がりました。そして卵の白身の部分もしっかりね味が染み込んで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではご飯にのせていただきます。美味しそう。もう卵黄の部分までしっかり味が染みてます。ではいただきます。
もう最高に美味しいですね。もう中までしっかり味が染みててとても濃厚です。ご飯と最高に合います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の半熟ゆで卵漬けのポイントです。まずゆで卵なんですけれども、今回は冷蔵庫からすぐ出しの卵を使用しました。なのであらかじめ常温に戻さなくても作ることができます。そして今回は沸騰したお湯からゆでました。そうすることで卵のね、半熟具合のブレが少なくなると思います。どうしても水からゆでてしまうと、その時の卵の温度とか、あと気温だったりとか、お鍋の大きさで結構ゆで時間が左右してしまうんですけれども、沸騰したお湯からゆでていただくと、そこまでね、半熟具合は左右しないかなと思います。そしてこの沸騰したお湯には必ず塩を加えてください。沸騰したお湯に塩を入れておくと、卵の殻にひびが入って白身が飛び出てしまっても、その白身をすぐ固めてくれる効果があります。なので予防策として塩は加えてます。そして卵を入れるときは、お玉で一つずつそっと加えるようにしてください。今回は沸騰したお湯で7分茹でました。そうするとこのぐらいの半熟具合に仕上がるので、あとはね、お好みの半熟具合で、もう少し固めが好きな方は1分2分増やして茹でてみてください。そして茹で上がった卵はですね、必ずすぐ氷水で冷やすようにしてください。そうすることでゆで卵がキュッと締まって、殻と白身の間に空洞ができます。で、この空洞ができることによって殻がとても剥きやすくなります。そのまま放置しておくと、どんどん卵の卵黄も固まってきてしまうのと、あとは殻がとても剥きにくくなってしまいます。なのでこの氷水につける工程は必ず行うようにしてください。そして漬けダレについてのポイントです。漬けダレはですね、まずお砂糖とお水とみりんを加えていただいて、ひと煮立ちさせてください。そしたら火を止めて、その後鶏ガラスープの素と、あとは醤油を加えて、その後しっかりと冷ますようにしてください。で、この醤油に関しましては、一緒にひと煮立ちさせてしまうと風味が変わってしまいますので、火を止めてから加えるようにしてください。あとはしっかり漬けだれを冷まして、その後他の材料を加えて、あとはゆで卵を漬けるだけなので、とても簡単です。そして漬けてる最中はですね、上にキッチンペーパーをかぶせて漬け込んでください。そうすることで、上に浮き出てきてしまっている部分にもしっかり味をつけることができます。そして余った漬けだれなんですけれども、こちらはね、もう一度沸騰させて、まあ、ドレッシングにしてもいいですし、あとは煮物だったりとか炒め物に使っていただくといいかなと思います。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は半熟卵漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。